オーギーヤモリユーレプツエウロパヤは、チビヤモリカに属するトカゲの一種。主に地中海の島々に生息し、岩の多い環境を好む。ユーレプツ属の原生種は、本種のみだが、チェコの中心よ前期の地層から、化石種ユーレプツガリカミューラー2001が発見されている。最大で、東道長8センチメートルになるが、通常は6センチメートル程度である。 頭部は、ひし形で幅広く、多少扁平である。目は大きく、瞳孔は縦に切れ込む。かなり太った体型で、足は体に比べ短い。指先は角張って、指下板があり、頭反能力が高い。尾は、体と同等の長さがあり、全長は16から20センチメートルになる。失った尾は再生するが、再生尾は、元の尾の2.5倍程度の太いものである。 皮膚にはわずかな下流があるが結節はなく、この点で他の欧州産ヤモリ類と区別できる。退職は変異に富み、高褐色から肺褐色で、規則的な黄色の模様や反転、横縞がよく見られる。他のヤモリと同様、暑い時期には明るい退職に、寒い時期には暗い退職に変化する傾向がある。コルシカ島やサルデーニャ島、チュニジア沖の島々など、 地中海の島々で広く見られる。フランスの南岸やイタリア北部のトスカーナ州にも分布する。主に島所部に分布することは、最近になって分布域が縮小したことを意味する、可能性がある。主に夜行性で目立たない種で、岩や壁の上で見られるが、特に河口岩上に多い。人の住む建物には少ないが、廃墟には見られる。稀に木の幹などで見られることもある。 森林は避ける。通常は低地に生息するが、温暖な地域では標高1500メートル程度の場所にも生息する。日中は岩節や岩の割れ目に隠れていることが多く、1平方メートルあたり200個体に達することもある。日中に岩の表面に出て日光浴をすることもあるが、この際には退職が保護色となる。天敵は鳥や蛇など。 冬民を行う。交尾前行動は荒々しいもので、互いの王に噛みつき合うので王を失うこともある。通常2個の卵を岩の割れ目に産みつける。負荷には8から13週かかり、負荷時は3センチメートル程度。2から3歳で生成熟し、寿命は20年程度と考えられる。非常に素早く、かなりの距離を飛び移ることができる。餌は、 昆虫や小型の無脊椎動物で、ゆっくりと追跡して突然飛びかかることで捉える。ありがとうございます。